今の時間やる時間じゃないよ。玉ねぎ炒めるだけ。いやもう、いや寝る、私悪いね。あんたみんな片付けてね、寝るから悪いね、やってくんない、私寝るから、私全然休んでないんだから。もう疲れた。ひどいよ。わさびばっかりやらす。玉ねぎ炒めちゃいますか。ひどいよ。わさび全然あったじゃん。自分は寝てて、今の時間で、ね、お母さんが疲れたら寝る暇ないよ。もういいよ。うん。まな板使ったらもっと怒るんだろうな。孤独のグルメ。玉ねぎってどうやって皮むくんやこれ。一回切ってからむきゃいいのかな。どうしたらいいのこれ。切ってから剥くの、玉ねぎの皮ってどうやればいいんだ。どうすればいいんですか。玉ねぎって切ってから剥くの、頭から剥く。今トイレ行っただけですね。これ悪くなってない、大丈夫これ。これやめ、これ違うやつにしよう。手で剥く。どうやればいいのこれ。どうやって剥けるのか分かんないな。自分が切ってみるか。ずっと寝てやがってよ。あんた発信しろ、明日から。切れんな。あんたがやれ、ナイフを。どうしたらいいんだ。もう協力しないから。自分でやるから。これどうしたらいいんだ。やりたくないから。もう一切私金の終わってないから。どうしたらいいんこれ。あんたがやるから。あ、わかんない。自分勝手すぎるよ。自分じゃ寝てて人ばっかり使って。お前切ってみるか。おかしいよ。もう構わない。よいしょ。どうやって切るんこれ。うわ、剥けない。どうしたらいいんだこれ、わかんない。あ、剥けるか。めっちゃ剥きにくいんですけど。まな板使ってんじゃ、勝手に使ってるだけです。別に吉江さんの使うなって意思は関係なしに今使ってるから。あ、剥けた。だるいねこれでも。玉ねぎって剥くのめっちゃだるいやんこれ。で、ここの芯みたいなのを切ればいいんでしょ、これ。
どくせえこれ、超めんどいんだけどこれ。吉田分かってないけどさ、ただ喋るのって意外ときついんすよ。実は料理してた方が楽だったりすんだよ。あの人分かってないけど、何もネタなしに喋るのって結構きついからね。だったら料理してる方がまだも結構やってる方が実は楽だったりすんだよね。あとちょっと小腹空いたし、ね、ちょうどいいっすよ。こんな時間かかるんだ、玉ねぎ1個に。超時間かかるやん、これ1個でやるだけで。目のこと聞こう。最初ここの上の部分と切って、こうやってこう向けばいいんだよね。だよね、こういうのが楽じゃない。これね、醤油で炒めようかなと思うんだけど、なんかみりんと砂糖を入れるとうまいよみたいなコメントあったんですよ。みりんとか砂糖を入れた方がいいのかな、どうなんだろう。そもそもこの家に砂糖ってあんのかな。砂糖ないかもしれない家に。料理しないし、多分コーヒーのシュガー的なやつもない気がする。多分砂糖ないわ。多分砂糖ないがしょうがないわ。まあいっか、醤油とみりんだけでいい。醤油と料理酒だけでいいか。
自分でやってくれない、明日から全部よいしょ。私が今も女ってあんなことさせない、しょうがないね。ずっとあんた寝てて片付けばっかりだ、ちっともやってない。もういい、マシンを1個。これ結構玉ねぎってだるいんだね。これなんか芯取ったり皮むいたりって、ここの工程だけでだるいもん。玉ねぎ調理するってだるいんだな。よいしょ。まあ、あとは適当に切ります。どうやって切ればいいんだろう。まあ適当いいか。入れちゃうか。普通は多分フライパン温めてから入れるんだろうけど、ちょっともういいや、だるいから、あとできるだけ早くこのあの吉井さんが来る前にこの、あー目が痛い、まな板を早く片付けないといけないから。目が痛い。
やー、目が死ぬ。うわ、目痛い。うわ、やばい。やばい、これ。オイル来た。よし、じゃあこれ片しちゃおう。これあーやべ、目がやばいっすよ。目が、はあ、ちょっとこれ洗っちゃいます。本当はね、これ絶対あれなんですけどね、フライパン炒まってから入れるもんなんだろうけど、フライパンが温まってから入れるもんなんだろうけどさ、それやるとね時間かかるね。なんか時間かかるというか、この玉ねぎを置く場所が手間取ると、吉田さん切れるんで、パパッと作んないと。で、今あの包丁もまな板も今洗ったんで、しょうがないです、これは。本当はね肉入れたいんですけど、肉ないんで、もう玉ねぎしかないんでしょうがない。これと肉本体入れたいんですけどね、この前作ったように肉がないから玉ねぎだけで。量多くね。3個ってこんな多いんや。思ってたより多いな、3個って。いや、料理とかほとんどしたことないから、そのこれぐらい入れたら、これぐらい切ったらこれぐらいになるっていうのがわかんないですよね。こんな多いんだと思ったには。1個じゃ少ないな。2個が良かったな。
思ったより多いわ。熱いの絶対取れるかな。もうちょい油入れるか。何作ってもただ玉ねぎ炒めてるだけ。致死量。玉ねぎ食いまくったら死ぬなんてことないよね。なんかさ、食いすぎたら死ぬみたいなもんとかあるじゃん。例えばだけど、なんかレッドブル飲みすぎたら死ぬって言うじゃん。なんかカフェインの取りすぎだかなんだかで。玉ねぎ取りすぎで死ぬなんてことないよな。てか玉ねぎって確か体にいいんじゃなかったっけ。取りすぎ良くないとかあんのかな。ないよな、そんなんないよね。玉ねぎだけ食って死ぬなんてことないよね。まあ、死ななくても体に悪いとかさ、ないよね。血圧に、血液が刺さるなんて、別に悪くはなんないよね。ぐらいだろう。結構きつね色っぽくなってきてるで、こんぐらいかな。ちょっと一個食ってみるか。もうちょいかな。もうちょいかな。あ、うまってかめっちゃうま。味付けてないのに普通にうまいわ。ここにこの料理酒を入れて、燃えてるな、料理酒だからか。ちょっと燃えたぞ。で、ここで味を整えていく。醤油、味付けをしていきます。かけすぎたからね。こんなもんかな。食ってみるか。うん、うまっ。うまっ。辛
完成。はい。完成しました。じゃあ一応フライパン洗っときますか。換気扇、あ、換気扇いらなかった。今入れとく。遅いけどちょっと換気扇今入れます。はい、こんなもんかな。はい、できました。完成。できました。お酢と醤油で炒めただけです。これコーラ必要だな。ちょっとコーラ買ってくるか。コーラ、嘘じゃない、本当ですよ。じゃあなんで拭いてないの。俺使ってないよね。いやいや、大丈夫です。もういいから。いいから。どういてくれる。悪いけど、どういてくれる。向こう行ってくれる。悪いけど、いいから、どういてくれる。もういなくていいから、いないでくれ。もういいから、もういいから。こんな子いねえから、今頃。関係ねえよ。自分で何でもやって。悪いね。愛さんからナイスあなたやってね。あれは私ナイスやんないから。あれはあれがない。もうやんないから。グラスがない。私ナイスやんないから。明日から。悪いけど。ね、私ナイスやんないからね。明日から。やんないからね。どいて。なんでこんな簡単なにの皮入れるんだよ。生ゴミじゃなく。自分でやってね、ナイスね。私やんないから。どうぞ、自分でやってください、何でも。別に、私がやってるわけじゃないから。はい、おじいさん。関係ない。もう嫌、私は。今頃は料理なんかして、
自分が手で洗ったじゃないですか、ちゃんと片付けたから。これ片付けたら片付けても文句言うんだからさ、自分でやってくんないね。もうない人やんないから片付けても文句ってやばいよ。俺うちのことやることいっぱいあるから、今までやってやったけどもうやんないから。あ、側面は宝石屋だった。冗談じゃねえ、こんなクソガキ、うん、なんだよこのクソガキ、こんなバカいないよ。ちゃんと分けてね、生ゴミと頭にくるから、うん、いなくていいじゃん、お前なんかクズなんか、どんどんどっかに行ってって言うから、クズ野郎。なんでな、こういうやつ入れんだよ、生ゴミこっちなんべ。ちょっと頭くるよ、ムカつくよ、今頃こんだけ散らかして。まあ、結構うまいっすね。ほんともう頭きてた、いなくていいから出てってね、明日からいなくていいから。隣引っ越してくる人かわいそうですね。あんたはね、ほんと汚ねえ子供だよ。ね、汚ねえ子供だよね。人から金みんなふざけてよ。何でもよ、てめえは遊んでやがってよ。おいしい。最低だよ、人間として。お前なんかいなくていいんだよ、この世に。出てって、いなくていいから。もう出てってね、明日必要ないから。あの荷物を全部持ってってもらいたい。生ゴミも何もみんな一緒。あ、ここまで人に迷惑かけるやついねえで、本当に。本当クズだよ、やることが本当クズ。いなくなってね、悪いけどもかかりたくないから、一切あなたには本当に。どんだけ苦労かけられてるか、私今まで寝ないでずっと配信してて、なんなんあんた、うん、片付けたから。片付けたじゃねえよ、今まで何。あ、ちょっと変だお前、片付けじゃん、自分でやれば。いや結局片付けても文句言うじゃん。もういいんじゃない、なんか片付けたよ俺。私何の利益もないから、悪いけど。片付けたもん、ちゃんと自分の金まで踏んだくらいって。あ、いいかよ、何の利益もねえから、はい、いい、やんない、もう自分だけだから、学費してるのは、うん、こんなクズいねえから世の中に。ナイスしました、ありがとうございます。明日から頑張れば、ナイス、一人で私やんないよ、もう自分家のことやるから。私別にナスやらない、やらないから食ってけねえわけじゃないし、あんたみたいな金なしじゃねえから。あ、匿名の方ベタ一文金なんか食ねえよ、お前なんか。私の金なんかベタ一文食ねえよ、お前なんか。散々人に苦労かけて、かかりたくねえよ。いいよ、もう顔見たくねえ。今頃ね、そんなものやるバカいないよ、あんた。玉ねぎ炒めただけです、関係ねえよ。明日から自分でやれよ、ナイスな。抱えたくねえから、一切。ナイスやんなくたって食ってくるから。お前みたいな金なしじゃねえから。借金だらけのろくでなしじゃねえよ。別にナイスやんねえと食ってくるから、私は。結構美味しいっす。お前みたいに金に追われてる。まあ、さすがに玉ねぎだけこの量は飽きるけど。でも、明日から頑張ってくんない。悪いね。こんばんは、すます。わざわざ。肉がないですよ、もう玉ねぎ炒めただけ。ネタタンじゃ金は稼げねえから頑張ってくださいね。玉ねぎを一生懸命ナイスやって借金払ってください。玉ねぎを料理して、ね、醤油で炒めただけ。自分で一生懸命やってナイス稼いでね、借金払ってください。あと弁護士の金もね、割れっぱねえだいね、金にね。お世話さん、人の金まで踏んだくれやがってよ。うん、うまい。住みなんか得意なおせるよ。人の金130万も使いやがってよ。何人の金じゃねえで、俺の金だで。なんなんお前は。どんだけ我慢してるか、いろんなこと。
お前らクズだよ、人間の。自分でやってくんない、ここ出て。もう抱えたくないから、一切。いくら自分の子でも。抱えたくないから。今頃は生料理なんか作るばかりねえよ。死骸が。出てけ、どんどん、明日。お前のものは欲しいもない、質もねえや。パソコンでも何でもな。みんな持ってけ、下のようなもん。ぬいぐるみもな。いなくなってくれよ、早くこのうちから。親父と同じで、早く死んだ方がいいよ。お前みたいなクズ。いつまでも生きてるやんちゃ困るよ。人の金ばっかり使って。働かねえで。どんだけ悩んでるか、こんなクズ。どんだけ悩んでるか、私。誰にも分かんねえよ、こんなクズ抱えてる親じゃなきゃ。そうなんだよ、ここまでクズ抱えてる親じゃなきゃ分かんないよ。こっちはね、休憩中だって休まないで、よ、やることいっぱいあって、一軒持ってるやることいっぱいあるよ。てめえは寝昼寝だべ、クソ野郎。なんでよ、このクズ。だって県民でも私が払ったんだからな、自動車税も全部俺が払ってんだからな。いやー、うまいね。保険じゃねえよ、自分で払ったことあるかい。払うもん、自動車買っても金なさねえしよ。あ、盛り上げね、これです。自動車買ってもな、うん、人から金借りてもなさねえよな。普通にうまいけど、さすがに玉ねぎだけこんだけ食うのはきついな。どいてくれる。なんで終わったのに換気扇止めないの。はい、かかりたくないよ、もう一回。あんたにかかっても何の得もねえから、何の利益もねえから。私はもういい、あなたとはかかりたくない、一切。何の利益もない、自分の金まで踏んだくられる、ひどいよ。あなたはそういう人間だよ、昔から。自分は楽して、親をバカにして、どんだけ我慢してきたか、いろんなこと。もうやんないかね、はっきり。明日からナイス頑張ってください、復活したんだから。どうぞ、お勝手に。ああ、弁護士払う金も借金も自分で稼いで。ねえ、私かかりたくないから、一切。あなたみたいなクズに。かかりたくないよ、悪いけど。何の足しにもならない、あんたと生きてても。みんなに住み直せとかなんとかって言われて。いろいろ言われてさ、どんだけ辛いか、自分の金まで踏んだくるんだから。なんでそれしまってんの。しまっとくんだよ、もう寝るんだから。もう関わりたくないから、一切。あなたには自分で働いてない人がいいよ、自分で作った借金は。県民税まで人に払わして、自動車税も払わして、豚肉とかあったよ、全部私が払って。玉ねぎだけってのはとぼけんじゃねえよ。どんだけ我慢してきたか、今までだって。私1年間これ一人でやってたんだよ。私利益あったかい、うん、いいから、トイレ、これいらない、一切食いたくない。じゃあ、吉江さんの分も計算して作ってるから。いいです。じゃあ、多めに作っちゃったね。あ、食いたくないです。もう何も言えないです。あんたとは一切かかりたくないです。自分の子でも。損がしきれないです。私は。なんでこういうことなの、これ、炒めてないやつとかこれ入れないでよ。これ捨てればいいじゃん。いや、こぼしてないよ。こんなん入れんなよ。ふざけんなよ、マジで。お散らかすから向こう行ってくれるもん。どうする、知らないよ、自分でこぼしたんじゃないの。食えばいいじゃね、自分でやったんだから。汚
ちんとやってくれる。こう向こう入れてくんないんだ、まだ生なんだから。燃えるゴミと違うんだから。なんでここ入れんだよ、俺が食うやつに。これに入れて、これに入れちゃダメだよ。よくも言うよな、人のやつを。これに入れて、これに入れなくてダメってどういうことなの。これ私が食うやつだんべ。これ俺が食うやつだんべ。てめえがこれ切ってこぼしたんじゃねえん。おめえの責任じゃねえんかい。俺がこぼしたんじゃねえよ。悪いけど頭いくぜ、こんなクズ。早く死んじゃえよ、いなくていいから。お前なんかいなくていいんだよ、世間に。親不孝者がいつまでも生きてんじゃねえよ、このクズ。どかしてくれる、どんどん。何やってもできないから、こういうものをちゃんとやってくんない。もう何て片付けたかわかんねえよ、毎日。早く死んでくれる。親子もんが。そこを別にさ、拭いてるのって別に俺がどうこうしたからじゃないよね。関係ねえ、親子もん。そこを別に拭くのって。私何の利益もありませんから。ね、そこを自分の金まで踏んだくらいでますから。そこを拭くのって俺がどうこうしてかしたから散らかったとか汚れたとかじゃない。ひどいよね、でも。そのひどいよね。そこを拭いた。うん、あんたひどい人間だよね。みたいな感じになるよ。ひどい人間だよね。あんたに取られる金がなきゃ、ね、罪なんかいつでも直せるよ。あんた借金だらけじゃねえの？違うの？借金だらけだよね。年中支払いだよね。ないんだよ。最低だよね。これも払った方がいいよ。ほら、来てるから。ここに入ったから。もうふざけんなよ、まあ、さっきから。支払いばっかりだよ。こん中入ったんだけど。自分で持ってってくんない。俺んとこお金入れくんない。何でも俺に払わせられちゃかなわねえから。支払いばっかりだよ、お前なんか。食うだから。こう食ってるもんなんか入れちゃダメでしょ。関係ねえよ、お前なんか死んじゃいんだよ、どんどん。いなくていいから。肝がいるよ、こんなバカに生きてるあいつ。どんな苦労してるか。普通の人間じゃねえから、このガキは。お前なんか死ねないんだよ、どんどん。死んでもらった方が楽だよ、こっちは。こんな子供いないよ。今頃こんなもん作るばかいねえよ。どいてくんない、ここを拭くから。これゆすいでくんない、どかないんだら。ここを拭くから。嫌なんだよ、私人に疲れると。もっときつく縛ってくんない？ここを拭くんだから、使われて。あんたに金ね、助けてもらったことは一度もねえよ、取られるべえで。はっきり言ってな。あんた助けてくれたかい、私を。よりやな、深夜なのに閲覧が550ぐらいありますよ。あってもいいじゃん、別に。あんた助けたことねえもんな、親をな。苦しめてるよな、毎日毎日。関係ねえよ。お前みたいなクズはいねえから、はっきり言って。今頃こんなもん作るバカいるかい、よた野郎。てめえじゃぐーぐー寝てやがってよ。一年間こっちは、ね、一人でナースしてよ。なんなんこれ、なんなん。何かこう食えなよ。あ、いらない。あんたの作ったもん食いたくない。一切食わない、もう。大っ嫌いだから、あんたは。人間的にもう寝るから、悪いけど。自分で頑張ってくんない、明日からナイスをね。自分でやってくんない。これ食ったら、私ナイスやんなくても食ってくるから。これ食ったら、これいらない。私ナイスやらなくても食ってくれるから。あなたみたいな貧乏人じゃねえから。結構食っか。あなたみたいな貧乏人じゃねえよ、私は。ナイスやらなくても食ってくれるから。あなたに金もらわなくったってね、食ってくれるから。結構だよ。こんなクズと一緒に行きたくねえよ、本当に。苦しめて人。どうする、もう1時間半だよ、あと10分。関係ねえよ、ほら。あんたが明日からナイスやるんだから関係ねえべ。ほら、
俺はやんない。一人で頑張った方がいいよ。一人で頑張った方がいいよ。私はもうやりたくないから。人の言うことはちっともいかない。私ずっと動いてんだもん。休憩なし。ずっと動いてる人間に今頃こんなことをされてよ。いや、片付けたから。あんたの片付けのこういうの拭かねえなんだよ。拭いたかい、まな板。拭いたかい。拭きました。ちょ、なんで拭いたん。布巾が拭いてあとねえで。わかるぜ、これ見りゃ。濡れたままここ置いたんじゃねえの。まさか。そうだよ。あんた頑張った方がいいよ。配信復帰になったんだから。ね。あんた頑張るべきだよ。私は配信別にいいんだから。やなくて。食ってれるから。自分は金持ってるから。別に、のりこに、のりこが喜ぶだんべ。私がやらなきゃ。のりこさん、配信嫌いだもんね。だから喜ぶんじゃない。人に笑われることは嫌いだと。分かってないな。あんたがやれば。人に笑われるとお金になるんだよ、吉田さん、配信は。俺笑われなくても食っていけるから。あなたみたいな金なしじゃねえから。あなた借金だらけじゃん、クズじゃん、うん、なあ、そう思わねえ。だって吉田さん、怒ると閲覧増えるでしょ。抱えかたくねえよ。それなんでがわかる。笑われてるからだよ。そうだよ。あんたみたいなクズがいるからよ。私配信やんなきゃいいんだから。だから別にやんなくたって食ってくれるから。私はあんたみたいな金なしじゃねえから。借金作るようなバカじゃねえよ。俺利息がつかなきゃね、金は無駄にしねえよ。だからね、悪いけどね、あれだよ、火災保険も減ってねえよ。利息のつく火災保険なら減るよ。今のは掛け捨てだつから減ってねえよ。今あれだから利息のつくあれはねえっつうから、火災保険は。あの農協に聞いたら、私にあれだんべ、20年間火災保険入ってね、20万増やしたよ。お守りがあって20万増やしたよ。300万のあれで、焼けたら1000万で、満期になって20万増やしたよ。私そういう人間だから。いいよ、知らないよ。そんな、私は金を減らすような人間じゃない。知らないよ。金を利用して金を増やすんだよ、頭使って。金を使って金稼ぐのさ、増やしたいじゃね、自分で。競馬、協定、宝くじ、カードゲーム、やれば。みんな吸ったんべ。みんな吸ったんべ。為替から何から、人の金でよ、人の金で吸ったよな。私は金には、このうちだったって金に全然困ってなかったから。現金で払って、このうち2軒建ってもまだお釣りがあったから。みんな疲れた。玉ねぎ食いすぎて気持ち悪くなるかも。みんな疲れたよ、この2人に、ジジイとこのクソガキに、うん、でもまだ残ってるよ。それは私が増やしたんだよ、投資で。まだ残ってますよ。悪いけどね、まだね、残ってますから。私が増やしたんです。あなたとあのジジイで5000万以上使ってるから。2人でとんだ不良債権ですね、吉井さん。あと5000万あったんだから、このうちだったってあったよ。あの親のあれの葬式出して、まだ5000万。それはいいんだけどさ、すごい幸せだったよ、あの時は。うちがあって5000万あれば、どこが悪くなってもあと2軒経ってお釣りが来る。だったらさ、あ、金は私困んないから。悪いけど、こんな金困るような生活はしたくねえよ。なあんたがいなきゃ困んないよ、ちっとも。私借金ないから。借金作るのはバカじゃねえよ。金を増やしてるよ。今だって投資で増やしてるよ。ああ、今だって投資全部プラスだよ、あんた。たまったもんじゃねえよ、この野郎。玉ねぎ食いすぎたからお腹痛くなってきた。だから香典だってなんだってパッてくるめるよ。お腹痛くなってきた。いやしい、いやしい年金でも。玉ねぎ食いすぎてお腹痛くなるのかな。お腹痛くなってきた。いやしい年金でもな、払えるよ、なんでも。年金なんか当てにしてません。
てめえがな、いつも人の年金使う。閲覧500超えてるよ。お前がな、いつもな、人の年金使うんだよな。深夜なのに、閲覧500超えてる。超えたっていいじゃん、別に。いや、これちょっとトイレ食ってみて、ちょっと。いらない。いや、ちょっと。いらない。一口、玉ねぎ炒めただけだけど、ちょっと味付けただけだけど。いらない。ちょ、いいから。いらない。食いたくない。一口。もうこれ洗ったんだからね。もう嫌だからね。中一緒に洗わせんだよ。出てけ。食器なんて何回も洗うもんでしょ、だって。出てけ。皆さん分かってないけど、ふざ出てけ。普通の家はね、朝昼夜って3食で、3食食器洗うから。へぇ。洗ってもよ。親の金をよ、3500万も溶かすやついるかい、子供で。そういうやついるかい。親にどういうことしてきた、今まで。面倒見ねえの、何のって言ってよ。お前もしつこいな。人の金で使えなかった。同じこと何回も何回も。お前あれか、オウムか、お前。同じこと何回も言う、オウムか、お前は。働かねえクズだんべ、デブが。早く死んじゃえ。いなくていいから。てめえにコーラベもらって飲むからな。便所に間に合わなくてうんこ漏らしてんだよ、バカ野郎が。やめてくださいよ、レズ。やめてください。今、吐いたりつけてきたんだよ。やめてください、本当に。むっちゃったんだよ。知らないですよ。まあ、そっけつきちゃうんだよ。面白かねえよ。なんで今頃パンツ取ってなくちゃなんだ。それは俺のせいじゃないですよ。てめえがコーラめっちゃ買ってくるからだよ。いらないよ、そんなの。コーラだけじゃないでしょ、別に。牛乳飲んだりよ。知らないよ、そんなの。配信やつを喉かくんだよ。ずっと喋ってりゃ。別にそんな漏れる前にトイレ行けばいいがな。あなたがいつもギリギリまで行かないからだよ。お前が一日配信やっててみ。関係ない、今その話関係ないや。どんだけ喉かくか。やってみてくんない。だめだ、だからトイレだから行けばいいやん、だから。間に合わなかったんだよ。だから間に合うように行けばいいじゃん。吐いたりつけつきたよ。だ間に合うように、いつもなんで限界まで我慢していくんですか。だから間に合うように行けばいいやん。関係ねえよ。クズなんか関係ねえよ。な、わかるでしょ、だって別に便意なんてさ、信号で例えたらさ、ね。信号だっていきなり青から赤になるわけじゃないじゃん。青から黄色になって赤になるわけじゃないですか。その便意だって青からいきなりね、赤にはならないでしょ。赤切って、あ、そろそろ行かないとっていうのがわかるやん、便意って自分で。その黄色信号のとこで行かないから行かないんですよ。行かないから行けないんですよ、トイレに。じゃあなんであんたはさ、なんで青、黄、赤っつって赤になってから行こうとすんの。じゃあさ、それだから漏らすんでしょ。そういうことをね、ね、理屈っぽく言うけど、実際そうでしょ。あんたはね、何、金の使い方わかんねえよね。借金めっちゃ作ってるよね。借金作るんだ、働いた方がいいね。関係ないじゃん、今、便意と関係ない。それだけ関係あるよ。吉江さんがうんこ漏らしたのと関係なくない、その話。今、関係あるよ。吉江さんがうんこ漏らす話してたんだよね。吉江さんがうんこ漏らすことと、それ関係ないや、借金どうのこうのって。借金関係あるよ。関係ないやん。人に迷惑かけない方がいい。じゃあ借金とうんこ何が関係あるの。じゃああんた自分の支払い全部やれよ。じゃあうんこと何が関係あるの、言ってみる。なんで俺の年金でおめえ弁護士に金払わなくてんねん。それはいいけど、うんことなんか関係ある。冗談じゃねえだよ。うんことなんか関係あるの。じゃあ私の年金だね。論点ずらしすぎなんだよ、お前。私は年金なんか使ってねえよ、バカ野郎。お前そんなに漏らす話と話をそらせたいのか。その自分から漏らしたとか言いながら ねえ、てめえに使われてよね。漏らしたのが自分の責任にしたくなく、俺になすりつけたいのか、自分が漏らしたってことをさ。うんこ漏らしたらね、罪を俺になじりつけたいの。ねえ。いつも人の金を下ろす。それをなすりつけられない、自分のせいだなっていうふうに言いくるめられそうになったら、論点ずらしてるよね。全部それを俺が払ったんだから、全部。あんたもういいよ、もうどうでもいいわ。むかつくよ、お前は。何でも人に払わせてよ。ひどいよ。年金なんか俺は使ってねえから。年金使うほどバカじゃねえよ。投資で金儲けて。おめにせんバカじゃねえよ。はあ。金なし法一やいな。年中金割れてよ。
年中請求書ばっかりね。こっち頭カッカくるよ。私請求書なんか何もみんな払ってるから、クズじゃねえもん。10人に1人になりたくねえよ、生きてて払わねえ人間が。よく恥ずかしくねえな。あ、そう、人間としてな。だから仕事もできねえんだよ、クズで。理屈はあかんべ。金を追われてたら働くだよ、普通の人間だら。あんた働かねえやな。どういうんだよ。サービスは今日じゃないですよ。はバジル。私の人生幸せだったな。金に追われたことなかったもんな、今まで生きてな。金はあったな、確かに。追われたことねえな。飯食えねえほど追われたことなかったな、今まで生きてきて。こんなバカがいるけど何とか生きてきてられたな、本当に。働かねえクズを一生面倒見て。考えてみたら幸せな人生だな。金に困んねえっつも。年金なく使わねえもんな。おめえみんな取られるんだい。あ、ダメちゃう。まああれだね、ポケモンで言うとベロリンガだね。そうです。そうですって、ベロリンガ知らないだろお前。俺、当時すごかった。ポケットモンスターじゃなくて、ポケットモンスターね、もうボケが入ってるベロリンガですよ。ボケが入ってるポケットモンスターのベロリンガですよ、あなたは。俺はあれだもんな、うん、このうち一軒脱ぐれブラジルに投資してたからすげえかったいな、その1000万をてめえに使われたんだよな。あ、参ったいな。ブラジルだけで2000万だよ、うん、あとまだ今もやってるよ、いろいろロボットやったりよ、インカムビルダーやったりよ、みんなプラスで、元本プラスで、どんな金儲けしてるかわかんねえや。お前みてに借金だらけじゃねえや。だから年金使うしはねえんだよ。頭いいな。これさ、タマムシシティの、あ、いらないいらない。タマムシシティのね、あの上の階にあるほら飲み物だよほら。あ、いりません。これ体力回復するから。そんな、いいや、うんこは出るからいい。もういい。タマムシシティのデパートのあの屋上らへんのなんか、屋上じゃないか。いいです。結構上の階にあるあの。私欲しいもん自販機で飲み物買えるやつだよほら。いいです、うん。欲しいもん何でも買えて幸せだったわ。一生幸せな一生だったわ。あとは慎吾はどうなろうと関係ないから。私死んだ先は金がなくても、俺幸せだった。自分で欲しいもん何でも買えた。和風で掛け軸買ったし、抹茶碗はいっぱい買って10個以上あるし、飾っとけば気持ちいいわ。好きなものに囲まれて生きるつは幸せだわ。お前みたいなクズは豚小屋に住んでりゃいいんだ。はぁ、あ、クズ野郎。のりこに怒られるな。うん、こないだ講釈されたいな、のりこに言われてな、慎吾ってちょっと来てって言われたいな。もういいんだよ、1時間ぐらい言われたいな。いいんだよ、もうのりこさん俺のこと嫌いだから、俺と話のこと嫌いだから。だからぐち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 言われんだよ。言われとうぜなんだよ、お前が悪いんだよ。お前が悪いんじゃない、のりこの旦那だって言ったんべ。親の金めったら取るんじゃないって。おめえの母ちゃんの偉いとこは一生懸命働いた。それ吉江さんのね、こういう性格知らないから言えるんだよ。一生懸命働いてお前の母ちゃんは偉かった。吉江さんが俺の悪いとこだけを伝えてるから都合よく切り取ってね、
吉江さんの悪いとこ一切言わないから俺が一方的に悪いみたいになってるんだよ、のりこさんちの家庭の中では。お前悪いじゃない、金の迷惑つんで一番悪いで、親に37なんておかしくない、おかしくない、言えよ答えを言えよ。何言ってるの、親に金の迷惑かけておかしくねえつ、37おかしいんじゃない、37でおかしいんじゃない、おう早く死んだ方がいいで、おう、うん、思うよ。さっと寝て、もう疲れた、毎日毎日くっつべた私、うん、もう自分のことだけやればそんな疲れないから、子供の面倒まで見るんじゃ来ないねよ、こっちは。いらない、食わない、絶対食わない。あ、こんな食えないし、もうお腹いっぱい。関係ねえ。ちゃんと包丁洗ったんべな。洗ってよ。なんで拭いたん。洗いま、拭いた様子がねえけど、銀がこれだけど。ああ、拭いた拭いた。なんで拭いた。洗った拭いた。じゃあなんで拭いた。これで拭いた、これで拭いた。そういうんじゃねえよ。拭いて絞ったんだよ。嘘で嫌がってよ、この野郎。ふん。あるに50万くれて親から、もういいから、その話はもう親から金振ったくってよ、終わったこと言うなよ、しかもあれもう亡くなったんだから、もういちいちそんな言うなよ、お前も。そうじゃなくてよ、そうじゃなくてよ、しつこいぞお前、いい加減くれたっていいんだよ、自分で働いた金だら、親から踏んだくってね、女にかけるってのは間違ってるんだよ。俺はね、相原助けてやったけど、親の金でやったんじゃねえよ、自分で働いた金で助けてやったんだよ。もういいからしつこい、お前おかしいよ、頭が。親に迷惑かけるもんじゃねえよ、クズだいな、金に追われてるやつは。金に追われるって一番嫌、請求書とか年中来て一番嫌。普通に暮らしたい、普通に腹も払って普通に暮らしたい、年中特色が来たんじゃ嫌だよね、人間。これだ、もういいか、これ食ってもお腹いっぱい、いらない、いらない、食わない、お腹いっぱいだから食わないよ。悪いけど俺だってもう食えないんだもん、食えば勝手に、食えない、俺作りすぎたから。関係ない、吉田の分も一応考えて作ってる、いらない、私あんたの作ったらいい。いや食って早く、食わない、食わない、食えよ。あんたとね、同じもんや、あのね、食ってたらね、うんこ漏るから嫌だよ。冗談じゃねえ。何言ってんの。履いたりつけてきたよ、パンツを。うん、しつこいな、お前も聞いたわ。新しいの履いてきたわい。だ、分かった、もうしつこい。漏らした話とかどうでもいい、別に聞きたくないですから。俺もね、今の時間ね、料理なんかやられたらたまったもんじゃねえよ。本当に。クズ野郎が。もう俺、食って。食わない、いや食え、いやいや食いなさい、食わない、食え、もうこれ食っただけで腹っぴりになったよ、もういらんよ。いやちょっと食ってこれ、いやいや、いいか食って、いやいいか食って、いい、もういい、いいか食って。まさかこの下の汚してねえよな。汚してない、しつこい、うるさい、跳ね返したでしょ、落ちねえから、ぐち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 うるさいっす。ああもう嫌だったな。いや食ってこれ、私の食って、みんな知ってる人がどんどんなくなって、まだ玉ねぎをしたの好きじゃないですか、これ。俺なんか玉ねぎ好きなの知ってるから、俺吉田さんの分も作ったんだから、俺あしただから俺2人分作ったから、俺これ1人でこんな食えないから、食って。結構俺作った、今の時間作る自体がもう頭いきてるから、いいからもう、だもういいじゃん、片付けたんだから、もう同じこと、なんか、片付けたんだからいいよ、俺片付けてるからね、ちゃんと。明日作ったおごめん、あれなんで閲覧が多くなんじゃねえ。いや、今、深夜の閲覧も500超えて、600近いよ、今。
500超えたって内臓をしてくんなきゃ終わりなんだよ。だからこれ食べれば、これ食べたら増える内臓。増えないよ。増える。だじゃあこれ食って内臓増えなかったら、じゃあ俺もう何でもいいこと聞きますよ。絶対増えるから。増えるわけねえだ。増えるよ。だいいが食ってみて。いいが食って。絶対増えるから、間違いない。食って。ナイスいく、増えるんかや。増えるよ、間違いない。今ほら、181ナイスだから。今181。ほら、吉田見てよ。ほら、181でしょ、今。ああほら、181だよね。ああ。でしょ？これ食ったら絶対増えるから。嘘言うんじゃねえよ。いや、ほんとだよ。だって食べて。ナイス取るん余裕じゃねえからよ。これ食ったら絶対増えるから。絶対増えるから。俺ナイス増やすん余裕じゃねえんだよ。でも食べてみよう。吉田玉ねぎ好きやん。だから、玉ねぎ吉田さん好きなの知ってるから作ってあげたんで、吉田さんの分もね。だから一人で食べる。見ろ、ナイス押さないってあるじゃないか。絶対押さない。そんなはないよ。はい、食べて。うまく言いくらめる。台本でやってほしい。私を押す。もういいんだよ。もうそんな読まなくていい。早く、はい、食べて。押さないよもう。じゃあ試してみればいいやん。試してみればいいやん。増えるかどうか。増えるから。昼間やった方が増えるんだよ。絶対増えるから。今でも増えるよそれなりには。増えないよ。増えるってそれなりに。増えるわけねえだって。増えるよ。私たちおじゃねえんだよ、ナースナースって毎日よ。増えるって。イライラしつくるよ。喉がカラカラになるしよ。だからコーラあるから。コーラあるから、脂っこいもん。いらないでよ、ほら。あの醤油、料理酒と醤油で味付けただけです。これで増えるんかい。増えます、絶対増えます。じゃあナース見とくよ、いくつある。181だって。はあ。うん。もう余裕じゃないからさ、毎日ナイスナイスってさ。さっき見たじゃん、181。疲れるんだよ、俺。はっきり言って。自分でやりたいこともできないしさ。そうでしょ。なんでここまで苦労しなくちゃなんねんの。飲むかね。だからそれじゃダメだよ。どうしよう、おいしい、おいしい。でも玉ねぎ好きでしょ、吉田さん。怒ってるからおいしくなく感じただけで、ほらよーく噛んでみて、おいしくない。甘みとかほら、料理酒とこう醤油のね味付けで甘みとか出てくるじゃないですか。ちょっとシャキシャキもちょっと残ってて、おいしくないですか。どう、おいしい、おいしいよね。うまいけど怒ってるから言いたくねえんだよ。来ました、おいしい、本当はおいしい、来ました、吉江さん。はいはい、何、はい、おいしい、はい、あれドーナツは何が、おいしい、はい、ドーナツは、あれドーナツは、これビストロスマップのあのおいしいのリアクション方式のやつだから。はい、本当においしい、はい、あれドーナツは本当に増えるんかい。増える増える増える。本当かさ、うん、来ました、おいしいってことは、おいしいってことはナイスってことですよね。あれ50増えた、笑うってことは、吉江さん、おいしいってことは何が、おいしいってことは結局仲良しねってね、うん、はい、年中怒ってるんですよ、早く、これ早くやんないと、リズム大事だから、テンポ大事、ね、早く早く、はい、何をやるんだよ。だからもう手間取りすぎて見えねえんだよ、いい数字が。いいからテンポ大事、俺が言うから大丈夫、俺がで、ちょっと話さないと全体見えない。はいはい、ナイスが増えるぞミスタードーナツ。さあ皆さんお願いします。ナイスが増えるぞ、無料で見れる。あ、今日も、あ、今日も。